ふわー、朝か、よし今日もいい目覚めなんだぞ。今日は何をしようかな。お、マシュマロお前も起きてきたか。おはようなんだぞ。マシュマロもよく眠れたか。微妙だったみたいだな。マシュマロも朝弱いもんな。シオンみたいなんだぞ。よしそれじゃあ僕は顔を洗ってくるんだぞ。マシュマロも一緒に来るか。よしそれじゃあ一緒に行くんだぞ。よしそれじゃあ顔を洗うんだぞ。まずは前髪を上げて。へえ、なんだこれ。僕のおでこに変な線が入ってるんだぞ。今までこんなのあったか。そうだよな、こんなの絶対になかったんだぞ。おかしい、これは絶対におか。なんじゃこりゃー。なななななななんだこれ。ボボボボボ、僕のおでこに新しい目ができてるんだぞ。そんな、僕のおでこに3つ目の目が。こんなのって嫌すぎるんだぞ。う、マシュマロどうしよう、僕どうしちゃったんだ。え、何を言って。あ、もしかしていつも前髪下ろしてるから見えないから別に問題ないって言いたいのか。確かにそうなんだぞ。なんだそうじゃないか、別に見えなかったら目が3個あっても言い訳ないだろう。目が増えました。え、目が増えた。うお、マジだ。青いのおでこに変な目があるんですけど。どうしちまったんだそれ。なんでおでこに新しい目が。わからないんだぞ。朝起きて顔を洗おうと思ったらもうこうなってたんだぞ。あ、朝起きたら目が増えてたなんて。そんなことある。普通はないよな。これはまたとんでもないことになりましたね。特に思い当たる節もないんですよね。全然ないんだぞ。僕はシオンと違っていい子ちゃんだからね。ちょっとどういうことなのよ。シオンの方がいい子なんですけど、青いはいたずらばっかり。あ、そうだ、シオンわかっちゃった。青い最近いたずらばっかりするから。クソバッチが当たったんですね。そんなわけないだろ。うわ、なんだこりゃ。ビームだ。しゃがんだら目からビームが出るんだぞ。いや、ちょっと待って、青いさん、わかったから手当たり次第ビーム打つのやめて。やめてって言ってるでしょ。はい、ごめんなさい。これは想像以上に深刻な事態ですね。でも一つだけわかったことがあるわ。わかったこと？わかったことって何なんだ。第三の目を見せるためにあえてそうしてるんだろうけど、その髪型と衣装の組み合わせめちゃくちゃ可愛い。インコに期待した私がバカだったぜ。第三の目かっこいいと思う人は高評価お願いします。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。確かに第三の目って言われるとちょっとかっこいいかも。そうだろ、ちょっと中二心をくすぐるよな。シオンも第三の目欲しいかもしれない。第三の目にもメガネかけるのか。でもこれどうしたらいいんだ。ビームが出るなら悪くないかもっていう気持ちも少しは出てきたけど、やっぱり僕ずっとこのままは嫌なんだぞ。うん、さすがにずっと目が3個あるのはね。あ、見て葵ちゃん、上になんかバーが出てるわよ。うお、マジだ、なんか出てる。なんて書いてあるんだ。不死者の魂を集めろ、そう書いてあるみたいですね。不死者の魂。不死者って誰のことなんだ。不死者、不死者って死なない人っていうこと。なんで死なないの。そりゃあれだろ、もうすでに死んでるからとか。は、そういうことか。ということはつまり、ゆゆこ魂よこすんだ。ちょっとなんでそうなるのよ。確かにゆゆこ様は亡霊、不死者と呼べるかもしれませんね。よ、ヨウム、なんでそんなこと言うのよ。私の味方してよ。もちろん私はゆゆこ様の味方ですよ。でももっと味方してほしいなら、私を追いかけなさい。あの二人はダメだ、ちょっと放っておくんだぜ。普通に考えてマイクラでの不死者、アンデッド系のモンスターっていうことなんじゃないか。あ、そうか、確かにそうかもしれないんだぞ。ということはアンデッドを倒せばいいのかな。試してみる価値はあるわね。ある程度物資を集めながらモンスターを探しましょう。まあ夜まで待ってもいいかもしれないわね。わかったんだぞ。ゾンビとかスケルトンを倒すだけなら楽勝なんだぞ。それはそうと、葵さん、そのマシュマロちゃんを頭に乗っけてるのめちゃくちゃ可愛いわね。かわ、二人今日も帰ってください。目からビームが出た時に近くにマシュマロがいたら危ないからな。頭の上に避難してもらってるんだぞ。尊すぎた。まだ帰ってなかったんか。よし、石のツールまで作ったんだぞ。あ、そうだ、そういえばこのビーム、さっきシオンを一撃で倒したよな。これを他のモブに当てるとどうなるんだ。う、ビーム、めちゃくちゃ痛かった。でも見たい、シオン以外のモブを狙うところ見たい。よし、それじゃあ試しに撃ってみるんだぞ。お、よく見えない。あ、すげー、すごいんだぞ、すごいんだぞ。これ見てくれよ、豚さんを一発で倒しちゃったんだぞ。豚さんを一発で倒す威力、これは恐ろしいですね。あれ、でも今お肉落ちてなかったわよね。もしかしてそのビーム、お肉も消しちゃうの。うん、どうなんだろ。もう一回試してみるんだぞ。あ、またお肉落ちてない。これは確定だな。そのビームはアイテムごと消しちまうみたいだな。そうみたいね。ドロップアイテムを狙いたいときは使わない方がいいみたい。強すぎるのも困っちゃうんだぞ。あったあった、
沈没船見つかったんだぞ。近くに村が見当たらなかったから、海に出て沈没船を探してたんだぞ。この漢字は鉱石チェスト残ってそう？あ、地図のチェストも残ってるみたい。よしこれは嬉しいんだぞ。食料のチェストも残ってたら嬉しかったけど、埋もれた宝の中に魚も入ってるもんな。む、でも鉱石チェストはしょぼかったんだぞ。まあいいや、埋もれた宝で鉱石も確保できるしな。やばい、ちょっと潜りすぎた。急げ急げ、急いでボートに。あれボートは？僕のボートは？確か浮かべたままだったわよね。あ、もしかしてボートもビームで壊れちゃった？ボートも壊れるのかよ。でも間違いなさそうね。ボートから降りるときもスニークしないといけないもん。その時にビームが出て壊れちゃったんだわ。目からビーム出るの不便すぎる。よし、いい感じなんだぞ。あれから村を見つけて食料も大量ゲット。それにちょうど夜になったんだぞ。これでアンデッドモンスター倒せるね。でもこの村の周りには湧いてなさそうだな。ちょっと村がある場所の地形が複雑だからな。この村の周りには湧きにくいかもしれないよな。それじゃあ下の広いところに行って戦うか。下にはいっぱいモンスター湧いてるんだぞ。降りるのめんどくさいからボートで降りようっと。気をつけてね葵ちゃん。今度はボート壊しちゃわないように。約束はできないんだぞ。そこは慎重になりなさいよ。よし行け。僕は早くこの目を消したいんだぞ。モンスター、あ、いたいた。じゃはははは、見たか、僕のビームの力。僕の第三の目は最強なんだぞ。早く目を消したいって言ってなかった？すごいモンスターめちゃくちゃ簡単に倒してる。しかも結構遠くまで届いてるっぽいし、羨ましすぎるんですけど。羨ましいだろう。でもやっぱり予想通りですね。アンデッド系のモンスターを倒すと上のバーが溜まっていってます。確かに魂みたいなのが出てるもんね。この感じだと全部で20体かな。この調子だと夜のうちに終わりそうね。楽勝なんだぞ。どんどん倒していつもの僕に戻るんだぞ。よし、あと1体で終わりなんだぞ。ちょうどいいところに1体だけスケルトンがいるな。こいつで終わりだ。よし倒した。どうだどうだ、僕の目消えたか？ね、とっても言いにくいんだけど、全然消えてません。嘘だと言ってくれ。なんでだ、なんで消えない？お、なんだこりゃ。なんか変なアイテムを持たされてるんだぞ。うわ増えた。なんだ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 、もしかしてこのアイテム動かせないの？どうやらホットバーの一番右に固定されてるみたいね。闇の目だって、それなんなのかしら。なんかそれを持つと葵の周りに魂が浮いてるよな。気持ち悪い、こんなのいらない。え、なんだあれ。なんかめちゃくちゃ大量の魂が出てたんだぞ。もしかしてその闇の目って、さっき集めたアンデッドモンスターの魂の結晶とか？うわ大きな穴が開いてるんだぞ。もしかしてこれ投げ放題？うわまた出た。クリーパーに投げてみよう。あ、すげー。ミロシオン、この闇の目すごいんだぞ。無限に投げて敵を倒せるし、投げたところに大きな穴が開くんだぞ。僕はまた一つ強力な武器を手に入れたんだぞ。ずるすぎるんですけど、第三の目って、強企画じゃない。やはははは、悪いなシオン、そうだったみたいなんだぞ。やっぱり第三の目って、最高なんですね。あ、それシオンのセリフ。なんか状況が変わってきたな。でもこれからどうすんだ？なんかまた上に別の目標が出てるんだぜ。あ、ほんとだ。目力をチャージしろ。どういうことなのかしら。わかる。僕にはなんとなくわかるんだぞ。なんかどうすればいいのか自然と頭に浮かんでくるんだぞ。そうなんですか？もしかしてそれも第三の目の能力なんでしょうか？どうすれば良さそうな感じですか？どうやら目力をチャージする装置を作らないといけないみたいなんだぞ。そのために現地ではダイヤを集めないといけないんだぞ。なるほど、ダイヤか。でもそのアイテム、土とか石は壊れるけど、鉱石ブロックは壊れないみたいだな。そのアイテムがあれば鉱石集めは簡単なんじゃねえか？簡単すぎるんだぞ。よし、この能力でダイヤを集めまくってやるんだぞ。ウィンをそっとブロックを壊してくれるのはいいんだけど、かなり縦長に壊れるから移動しにくいな。なかなか足場の高さが合わないのよね。でも結構深くまで潜ってきたし、この高度ならそのうちダイヤも見つかるわよ。あ、ほら早速あったじゃない。よし、やっと見つかった。この調子でどんどんダイヤを集めて、ネザーに乗り込むんだぞ。ガシャン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 。ダイヤフル装備の完成なんだぞ。目力チャージのためのダイヤ集めのついでに、装備も作っちゃったんだぞ。いいな、ダイヤフル装備。普通に強強企画やん。霊夢、シオン強強が足りてないんですけど。大丈夫よシオンちゃん、近々強強企画も予定してます。予定してました。てかさっき青いネザーに乗り込むって言ってたよな。現世ではダイヤ集めとも言ってたし、目力をチャージするためにネザーにも行かないといけないのか？そうなんだぞ。ネザーの素材で作らないといけないアイテムがあるんだよな。ネザーの素材で作らないといけないアイテム、それは何なんですか？それはなぁ、作ってからのお楽しみなんだぜ。よし、ネザーにやってきたんだぞ。手前場所に出たなぁ。その闇の目でネザーラックも壊せるの？どうかなぁ。ちょっと試しに投げてみるんだぞ。あ、壊れたみたいね。ネザーもそれで掘っていくことができそうよ。さすが僕の第三の目なんだぞ。もう目が3つあること受け入れてるやん。よし、高いところに出てきたんだぞ。ネザーのモブにもこのビームつくか？バッチリつきました。うわぁ、相変わらずチートなビームだなぁ。やっぱりシオンも第三の目欲しい。シオンは本当に欲しがり屋さんなんだぞ。あ、でも今はかまってる場合じゃないな。必要な素材が見つかったんだぞ。あ、必要な素材ってもしかしてグロウストーンだ？
スト？ラストじゃないんだぞ。これを固めてグローストーンに戻すんだ。もう教えてもいいかな？ネザーの素材で作るアイテムっていうのは、リスポーンアンカーなんだぞ。なるほど、リスポーンアンカーか。リスポーンアンカーってどうやって作るんだっけ？確かナッコ黒曜石6個とグローストーン3個だったはず。ナッコ黒曜石も手に入れないとダメね。そうなんだぞ。現地の壊れたネザーゲートを探してもよかったけどね。荒廃したポータルな。まあビームがめちゃくちゃ強いからな。ピグリン要塞を攻略して物々交換した方がいいかもね。そういうことなんだぞ。ということでピグリン要塞探しだ。あったあった。やっとピグリン要塞見つけたんだぞ。あ、これはお宝部屋のあるタイプみたいね。よかったじゃない葵ちゃん。このタイプなら金ブロック集めやすいわね。最高なんだぞ。ブルートなんかビームがあれば怖くないんだぞ。ほらー。よし、これだけ金ブロックがあれば大丈夫だろ。サクッと物々交換しちゃうんだぞ。今回は別にエンドラ討伐が目標じゃないですもんね。エンダーパールもあんまり気にしなくていい感じですか？だと思うんだけどな。まあこの先何が起こってもいいように物々交換はしっかりやっておくんだぞ。よし、物々交換も完了。素材が集まったからまずはリスポーンアンカーを作るんだぞ。ナッコ黒曜石にグローストーンと。よし、これでオッケー。それじゃあ今度は今作ったリスポーンアンカーの周りに現地で集めてきたダイヤを置いて、ネジから発生器、ネジから発生なんかそのまんまなんですけど、それってどうやって使うの？知りません。さっきみたいになんとなくわかったりしないの？わからないんだよな。直接この発生器を使ったりはできないみたいなんだぞ。乗ってみたらどうだ？そのブロックを踏むことでなんか起こるかもしれないよな。あ、確かに可能性あるかも。ちょっと乗って。うわ、なんだなんだなんだ？なんかすごい大量の力が。うわ、これはすごいな。そのネジからが集まってきてるの？うわ、ちょっと待て。目玉だ。なんか大量の目玉も近づいてきてるんだぞ。こっち来るな。あっち行け。痛い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 。いつの間にか殴られてたんだぞ。この目玉たち、葵ちゃんのネジからに引き寄せられているみたいですね。大迷惑なんですけど、ゲットしてても攻撃してくる？いた、やっぱり攻撃してくるか。許さないんだぞ。僕のビームを食らえ。やははは、見ろ、目玉にもビームは効くんだぞ。攻撃も全然強くないわね。このまま一気にネジカラをチャージしちゃいましょう。ネジカラチャージ。よし、順調なんだぞ。このまま満タンまでチャージしてやるんだぞ。うわ、びっくりした。よし、でもネジカラは溜まったみたいだな。でも、これで終わりじゃなさそうね。今度はエンダーの目の封印を解けだって。エンダーの目？エンダーの目って何なんだ？そのまんまじゃないか。エンダーの目だからエンダー愛のことだろ。は、そうか。確かにエンダーの目なんだぞ。そうか、そうなんだぞ。またなんとなくわかる。エンダー愛の封印を解かないといけないんだぞ。物々交換でエンダーパール集めておいてよかったわね。ブレイズパウダーがあればエンダー愛は作れるじゃない。よし、エンド要塞に向かうんだぞ。うわ、ちょっと待つんだぞ。ガスト、いきなり撃ってくるな。悪い子にはビームでお仕置きなんだぞ。うわ、倒せない。ビームが届いてないの？じゃあ、なんだなんだなんだ。急に壁にめり込んだんだぞ。何が起こったんでしょう？それに葵ちゃん落ちる速度遅くなってませんか？あ、ほんとだ。見るんだぞ。いろんな能力がついてるんだぞ。もしかしてさっきネジカラをチャージした効果か？力を蓄えて強くなったのか？どう考えてもそうなんだぞ。それに見るんだぞ。さっき壁にめり込んだ理由がわかったんだぞ。ネジカラをチャージした僕、ワープできるようになってますね。ビームいけるし能力も上がってる。それだけでもすごいのに、ワープまでできるの？ずるい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 。そんなのずるいんだから。何言ってるんだ、シオン。シオンだっていつも強強隠してるだろ。それはそれ、これはこれ。それをただのわがままって言うんだぞ。すごいんだぞ、このワーク。空中にもワープできちゃうんだぞ。すごいわね、それ。それだけサクサクワープできたら、ネザー要塞もすぐに見つかっちゃいそうよね。絶対にすぐ見つかるんだぞ。早く見つけてブレイズパウダー手に入れないかな。よし、ネザー要塞を見つけたんだぞ。この能力があればブレイズも楽に倒せるだろ。ふっふっふ、甘いわね、葵。葵が使える強強な攻撃は全部遠距離攻撃じゃない。知らないの？ブレイズは自分の攻撃で倒さないとブレイズロット落とさないんだから。いや、落としましたけど。ずるい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 。なんでなのよ。シオンの強強企画の時いつも落ちないもん。強強の武器持っててもブレイズだけはいつも普通に倒してるのに。葵だけずるい。ずるいずるいずるい。ダメだ、シオンちゃんが壊れた。早く取り押さえるんだ。甘すんだ、シオンちゃん。今の、なんだったの？よし、エンダーアイは作れたんだぞ。あとはこのエンダーアイの封印を解いていくだけだな。あ、そういえばそうだったわね。封印ってどうやって解けばいいの？アオちゃんには分かってるみたいね。分かってるんだぞ。ガストの涙が必要なんだ。ガストの涙を使えばエンダーアイの封印を解けるんだぞ。へぇ、ガストの涙か。上のバーを見る感じだと6個必要なのよね。結構集めるの大変そうだな。大丈夫大丈夫。だって僕には、ワープできる能力があるんだから。強すぎるんですけど。まだずるい言ってるのかよ。よし、やっとガストの涙を一つ手に入れたんだぞ。エンダーアイをハンドに持って、よいしょっと。あ、なんか黒いモヤが出てきました。これでエンダーアイの封印が解かれたんですか？そうなんだぞ。残り5回同じことをしたらいいはずなんだけどな。でもこの目標を達成したらどうなるんだろうな。また次の目標が定められるのか？それは僕にもわからないんだぞ。まあとにかくこの目標を早く達成しないとな。あ、落ちてる落ちてる。よし、最後のガストの涙を手に入れたん
いだぞ。ちょっと邪魔するな。僕は早く封印を解かないといけないんだ。よし、準備完了。最後の封印を解くんだぞ。今まではアイテムが手に入ったり能力が手に入ったりしてたよな。次は、お、いるんだぞみんな。バーが消えた。次の目標がなくなったんだぞ。あ、ほんとだ。どういうこと？もうこれで終わり？でも、葵ちゃんの第三の目はなくなってないわよね。どういうことなんだ。それに見るんだぞ。なんかめちゃくちゃ不思議な目が手に入ったんだぞ。うわ、何それ。めちゃくちゃピカピカしてるんですけど、なんていうアイテムなの？これはな、からの解放っていうみたいなんだぞ。からの解放？それってどういう？まあ使ってみればわかるんだぞ。とや、え？なんだここ？ここってもしかして、インド？うわ、やっぱりそうだ。なんでインドなんかに？インドラ討伐するのが次の目標なの？あ、でも見て、ボスの名前がエンドラじゃない。うわ、マジだ。なんだ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 ？悪魔の目？それにこのエンド、目力チャージの時に出てきた目玉も住んでるんだぞ。あ、あれは、めちゃくちゃでかい目玉がいるんですけど。え？なんか声が、あの目玉が喋ってるのか？封印、僕はお前の封印なんて解いた覚えは。ねえねえ葵、さっきから誰と話してるの？え？誰と？シオン、お前にはこの声が聞こえてないのか？うん、葵がいきなりブツブツ喋り出したんだけど。そういうことか、この目はお前が。そういうことだったのか。どういうことなんだ？何が何やらさっぱりわからないんだぜ。多分僕にこの名を植え付けたのはあいつなんだ。何もわからない僕に目標を与えて動かし、自分の封印を解かせるために。封印を解かせる？それが最後に手に入れたあのアイテムだったの？きっとそういうことなんだぞ。悔しい。僕は絶対にあいつを許せないんだぞ。倒しましょう葵ちゃん。絶対に思い通りにさせてはいけません。当たり前なんだぞ。僕のこの攻撃と同じ攻撃をしてくるみたいだ。あ、あの目玉もワープするのね。葵ちゃんの能力はやっぱりあいつから。でも少しだけどダメージも入ってるみたい。葵ちゃん、その攻撃直接当てるよりも魂の範囲攻撃の方がダメージ大きいとかないのかな。あ、試してみる価値はあるんだぞ。普通にぶつけてもほとんどダメージ入らないみたいだ。飛び回りながらいろいろ試してみるんだぞ。あ、見て見て、今かなりダメージ入ったんですけど。やった、ユニコの言った通りだったんだぞ。相当は彼がこっちのもんだ。どれだけ逃げても無駄なんだぞ。絶対に追い詰めて倒してやる。よしよし、だいぶ削ったんだぞ。もう少しで倒せそうだ。あ、すごい、もう瀕死じゃない。あと一発で倒せるんじゃない。あ、直接当たっちゃったか。でももう逃がさないんだぞ。僕をより城に選んだこと後悔させてやる。よく狙って、これで終わりなんだぞ。やったー、倒した。ついに悪魔の目を倒したんだぞ。あ、葵ちゃん、おでこの目が消えた。葵、おでこの目が消えたよ。よかった。これで元通りだな。みんなありがとうなんだぞ。マシュマロもありがとうな。うわ、ちょっとやめるんだぞマシュマロ。あ、もしかしてマシュマロ、第三の目に嫉妬してたのか。